居酒屋のバイトって芝居の勉強になるんだよね。未経験でも全然安心してむしろ委ねてください。その代わり全力で取り組むこと。ヒュンスタ。皆さんこんにちは、ヒューマンアカデミー声優専攻の長谷川玲奈です。そしてヒューマンアカデミー大宮校入学準備局やっております、森野です。森野です。そしてあ、ヤマトです。もう森野です、ヤマトです。ということでクロスアリーということはパート2ですかね。はい、先ほどの続きパート2です。はい、まあ、ヒューマンアカデミーはたくさんのこう見学者の方が、はい、見学者がいらっしゃるんですけど、その方、見学者の方からよく来る質問、うんっていうのをいくつかピックアップをして今も回答していってる、はい、うん、パート1はね結構なんか学校学校しているような内容が多かったかなと思うので、ね、はい、この動画を見た後にもう一回見てください。そうですね、はい、ヒュンスタ。ではまず、1つ目、はい、バイトできますか。はい、バイトできますか。できますか。バイト、はい、もちろんできます。できちゃう。できちゃいますよ。あの、意外とバイトってその芝居演技にある。やった方がいいと思います。そう、あの、役立ったりとかするんですよね。居酒屋のバイトって芝居の勉強になるんだよね、うん、声の出し方というかさ、あと人間観察とかね。長谷川さんはちなみにあるかも。やっておけばよかったなって思います。どういう風に演技をしたらいいんだろうとか、これが経験しておいたらもっと演技の幅とか選択肢が増えてたんだろうなって思うと、私みたいに悩まないで済む環境を今のうちに体験した方がいいなってめちゃくちゃ思います。お、在学するまでにやった方がいいこと、これはなんかもうプロ目線から長谷川さんが、はい、メンタルですかね、結局いちいち落ち込んでらんないなって私は態度なんですよ。その時間があるんだったら言われたことができるようになろうっていう、その切り替えが結構必要かなって思ったのと、うん、あとなんか挨拶ですかね。あ、まあ、当たり前のことなんですけど、その当たり前ができていないと現場ですごい嫌な雰囲気というか、うん、やりづらくなってしまう原因でもあるので、なんか当たり前のことはできるよっていう、うん、このヒューマンさんってもう入り口入った瞬間に、ね、先生方がもうおはようございますって言ってくれて、生徒さんめっちゃ綺麗におはようございますって言うんですよ。そういったところは結構ヒューマンさんのいいところなのかなって私は思いました。ムンルさん何かあります？声出すことに慣れておくことはすごく必要になり、小説とか漫画とか例えば見たりすると思うんですけど、それ実際に声に出して読んでみるっていうのとかみんなできると思うので、技術とかはもう全部こっちでどうにかするので、滑舌とかだって結局あれって継続ものだから、あの、やっとかなきゃダメだし、やらなきゃダメなんですよ。それできなきゃダメなものはできなきゃダメなんで、その分野の未経験でも大丈夫か、まあ、要は未経験から始めても大丈夫かっていう話なんですけど。大丈夫だよ経験者語るだってみんな未経験者ですからね、最初は。いや、本当そうですよね心配することがない、うん、なんか自分たちが知っているのって成功している声優さんだけじゃないですか、はいはいはい、でもこういう学校を通うと、まあ、自分のように一から始める生徒さんってこんなにたくさんいるんだって仲間を知れるので、私はすごいこういう学校があるのは素敵だなと思うし、こういう環境を作れるようになった世界がありがたいそこまで世界の話もありましたけど、恵まれてるなって思います。私たちの世代は本当に未経験でも全然安心してむしろ委ねてください。その代わり全力で取り組むこと、自分が本当に全力でやってるのかは他の皆さんの問題なので、まずは自分が一歩を踏み出す、全力でやる、肝に銘じときなさい。ヒュンスタ。これあの、また長谷川さんかな、はい、学校の雰囲気、校舎ごとにこう経験してるのってなかなかないんだけど、長谷川さんどうですか。めっちゃいいと思います。キラキラしてます何言うてんの横浜校、新宿校、大宮校に行かせていただいて、やっぱそれぞれ校舎に色はあるんですよ、うん、共通してるのはみんな仲間意識と、うん、たまにあるじゃないですか、みんなもそれぐらいなら自分もこれぐらいでいいかみたいな、はいはい、正直その雰囲気って良くないと思うんですけど、どの校舎もそれが感じられなくて、今は少ないと思うんですけど、真面目に取り組むことが恥ずかしいみたいな、それを恥だと思わない学校だなってめちゃくちゃ思います。私は次です。はい、難易度はっていうざっくりとした受験系の難易度もあれば、授業の難易度とかももちろんあると思う。まあ、受験系の難易度はね、基本的にはその書類と、うんうん、あの面接なので、その学力的な難易度というよりかはいかにこうやっぱ自分を伝えられるかっていう方の
ですけど、そこさえまあ乗り越えてしまえばそこまでまあ難しくはないかなと思うんですけど、授業の難易度、興味受け系の方中心に、はい、あのカリキュラムって組んでるので、あのついていけないことはおそらくないのかなって思ってます。はい、予習復習って大体やるって言うけどあんまやんないじゃん。でも多分それしないとついていけないというか、そのプロのレベルではおそらく上がれないと思うんだよね。中高の延長線上でただそれが演技になっとか声優系になってるっていう考え方は多分しない方がいいかな。 あと貪欲にならないといけないかなっていう、うん、あの最後ですね、はい、あのよくこう声優になれた人、ヒューマン入って卒業して声優になれた人の特徴みたいな、どんな人だと思います？真面目。そうそうそう、本当にね、ど真面目なやつがね、うん、きっと真面目すぎない真面目だったんですよ、私は。そう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 、なんかその失敗も受け止めながら成長する方がきっとなってらっしゃるのかな、うん、じゃあもうその正解常にこう追求し続けるというか、はい、逃げない、逃げない、そう、自分から逃げない。でも僕やっぱ見てて思うのは、 それこそ父親のさっき話したと思うんだよね、はい、パート1のことかな、うんうん、みんなが帰った後に教室一人で使ってるやつ、この子はね大概行ってる、あの今声優やってるやつで、うん、僕の当時担当の子が実はいてね、はい、その子警察官辞めてきたのよ、承認欲だし、うん、まあそれこそ真面目か、警察やってるから真面目だよ、ね、本当に、はい、でもそれもちゃんといい真面目に切り替えて、うん、超有名プロダクションにスンって入ってたからね、ちゃんとこういう昔にお世話になった方にもあの感謝を忘れない人、あそれね嬉しいわ、当たり前だとは思うんですけど、うん、この当たり前ができなくなってしまうときっと落ちてしまうと思うんですよ、うん、やっぱそういう方なんだなって話を聞いて思いました。まあ、気になることは本当にマリオさんに実際お会いしたときに行くのもいいですし、この動画の概要欄とかにあの気になることとかネットを通じてでも今答えられる時代なので、うん、ぜひ書いていただきたいなと思います、はい、ヒュースト、はい、ではこの動画がいいなと思いましたらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。またねー、バイバーイ。